フェオドル・フェリックス・コンラド・リュネンはドイツの生科学者。ミュンヘンで生まれた。1930年にミュンヘン大学で科学を学び始め、ハインリッヒ・ビーラントの下で天狗竹の毒性物質についての研究を行い、1937年に卒業した。1941年にミュンヘン大学講師、1947年ミュンヘン大学院外教授、 1953年ミュンヘン大学教授となった。1954年からは同年新設されたミュンヘンのマックス・プランク細胞科学研究所の研究所長を兼任した。1972年にいくつかのマックス・プランク研究所が統合されて新設されたマックス・プランク生科学研究所の初代所長となった。1950年リップマンらによって考えられた。 活性作酸の実態が作酸と補い酵素 A のチオエステルであることを証明した。ついで、リーナンのサイクルと呼ばれる脂肪酸の β 酸化機構を解明した後、脂肪酸の生合成に関与する多酵素複合体を明らかにした。また、コレステロールの生合成やビオチンの作用機構に関して重要な発見をした。これらの業績に対し、1964年、 コレステロールや脂肪酸の代謝の気候や制御に関する研究で、コンダート・ブロッホと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。同年12月11日に行われた受賞講演では、活性型作産から、テルペン、脂肪酸への代謝経路という題で講演を行った。国際性科学会の会長を務めるなど、学問の国際交流にも貢献した。 新日課としても知られ、届く下沼正桜日本人科学者を受け入れて、主導したことでも知られている。旧回来日し、君二当局日、重光明を送られた。などを歴任し、学会や学術交流に、アドミニストレーションの面からも貢献した。今堀和友、山川民生監修、大島安郎保科編、江戸、生科学辞典第四版、東京、 東京科学同輪。P1437 から1438。ISBN 978から48億790万6703。ABCDE。フィアダーリーナン先生を偲ぶ。生科学52。プリシーディング285。プミ百699万9095。ありがとうございます。